こんにちは、谷さんです。今日も最高の一日にしますということで、山を走ってるわけなんですけど久々にトレイルに来たから、よいしょ、のんびりゆっくりやな走ろうかなと思います。空気抜くの忘れてて恐怖でしかない。恐怖まあいけるかということで、今日はあの白馬岩岳の話なんですけど、行きたいですよね。お、今の音で分かりました。空気圧めっちゃ高いでしょ。なんか抜くんめんどくさいな今日。これでも走れそうな気がするもん。で、まあ、白馬岩岳に行くわけなんですけども、今度ね、みんなどうやって行ってんですかね、まあ、ちょっとまあ関東の人はまだ近いんかな。大体京都滋賀から Google マップで見てて6時間ぐらいかかるんですよね。あ、すいません、おはようございます、失礼します。よいしょよいしょよいしょ、おはようございます。あ、すごい風、おはようございます。喋ってたっけ。忘れた。で、まあまあ6時間7時間かかるし、まあ、ちょっと休憩とかしてたら8時間ぐらいかかるでしょ。みんなどうやって行ってんやろうな、その長期休暇がなくて、まあ、土日だけとか、どうやって行ってんやろうな。一人やるわ、やめとこ。しんどいよな、車で行くのがね。よいしょ、何やったっけこれ、宇宙優先やったっけ、忘れた。おはようございます。よいしょ、みんな睡眠時間ほぼほぼなくて走ってることになるよね。まあ、できたら年間を最低3日は欲しいな。白馬岩岳楽しみやな。なんかすごいらしいですよね、富士見パノラマはね、行ったことあって最高やったんですけど、白馬はそっからさらに2時間ぐらいかかるらしいですね。白馬村、あのオリンピックの、昔長野のオリンピックがあったとこですね。おとなしく押すか、なんか危ないし、空気圧も高いし、行けるとこまで行こうか。ここ。よいしょ。よいしょ。ゲレンデでも行くとしてもあれや、あのフルフェイスとかやっぱ。絶対あった方がいいもんな。はあ、今すぐ切ってんのにな、もうバカになってる。はあ、熊鈴修理してくれんのかな、モンベル。はあ、無理か。
よいしょ。めっちゃ寒そうやな、もう白馬ね。めちゃめちゃ寒そう。で、あ、なんか登られんかった。よいしょ。お、危ない。よいしょ。おはようございます。ちょっと怖いから空気抜きます。 1.2 バーぐらいでいいか、両方ね。でしょ、このペットボトルここに挿してるで、あのボトル全部捨てたんすよ、なんか汚いし。700円ぐらいで買ったやつとかなんか捨てちゃいましたな。じゃあ終わります。謎の動画やね。まあこれがトレイルライドのね、現実というか、まあ、ありのままお伝えしたまでですが、風強っ。じゃあ皆さん、あの怪我なくね、あの今日も一日最高の一日にしましょう。それでは皆さんお疲れ様でした。良い、ゲレンデライフを。さようなら。